第7試合ですね、クラッシュアンダー60キログラムハイトで、平塚大志選手から、ノックアウト勝利を飾りましたトライハードジムタイガ選手の登場です。ありがとうございます。ご着席ください。それでは昨日の試合で、ノックアウト勝利、大きなインパクトを残しました、タイガ選手、改めて、戦いから一夜明けて現在の心境からお聞かせください。そうですね、まあ、前回の試合で、まあ、60キロ通用しないんじゃないかって言われてて、まあ、昨日の試合でちょっとは、そうですね、通用するところを見せれたらかなとは思いますね。はい、あと、まあ、蹴りが多分3発ぐらいしか出してなかったんで、そこはちょっと反省してます。はい、ありがとうございます。では、タイガ選手へのご質問、記者の皆さんはお願いいたします。はい、バウトレビューの井原です。もう1ラウンド最初の方からダウン取れましたけど、あのあたりの手応えですとかタイミングですとかっていうのはいかがでした？もうそうですね、ずっと最初から自分の距離だったと思うんで、相手の攻撃もほとんどもらってないんで、何も焦ることはなかったですね。はい、その自分のパンチの破壊力ですとか、はい、はい、まあ、60キロってところで、はい、手応えみたいなのはどうですか？やっぱり、まあ、当たれば倒れるんだなっていうのは自分でも自信になりましたね。その後2ラウンドでちょっと、まあ、膝蹴りもらったりという場面もありましたけど、はい、あのあたりどうでした？聞いてました？は、全く聞いてないですね。そこから、まあ、またダウン取ってみたいな感じでしたけど、はい、はい、もうあそこはもういけるって感じで行った感じですかね？そうですね、まあ、いつもだったらいつもいけるところでいけないのが自分だったんですけど、まあ、今回の試合からそういうところをずっと意識して練習してきて、そうですね、行くところは行くっていうのをちょっと昨日は出せたかなって思いますね。試合前のインタビューでも、まあ、はい、闘争心むき出しみたいなお話をされてたと思うんですけど、はい、その気持ちの面っていうのは今回はうまいこといけたっていうところもありましたか？そうですね、まあ、はい、11月にやった試合とかもう気持ちが多分全然なんか闘争心とかがあんまり出てなかったと思うんで、まあ、今回本当にやっちゃうつもりでずっと気持ち作って挑みましたね。はい、では続いて、ご質問ございましたらお願いします。すみません、タイガ選手にお聞きします。その11月とその比べてなんか、はい、今回そのどの辺が自分の中で一番、例えば調整面とか、 なんか調子とかでなんか変わった、この辺が伸びてたなっていうところどこですか？まあ、本当に全部上がってると思うんですけど、パワーもスピードもすごいアップからすごい調子よくて、そうですね、全部上がってると思いますね。あと昨日お父さんの、はい、に勝利を捧げてましたけど、はい、なんか試合の後は何か言われたりしましたか？はい、泣きそうになったよって言われました。あと、またそのやっぱり目標としてその K-1 の、はい、チャンピオンというのは掲げてましたけど、まあ、改めてこうそこに向けて、例えばこれ掴んだ手応えとか、なんか今どういった気持ちがありますか？まあ、昨日の自分じゃ優勝はできないんで、まあ、4月だと思うんで、それまでしっかり体作って気持ちも作って、そうですね、レベルアップして挑みたいですね。去年最後負けちゃったんで、そうですね、
まあ、去年みたいな思いはしたくないんで今年こそはチャンピオンになりたいですね。はい、ご質問の方は大体よろしいでしょうか。はい、それでは、次の試合がね、おそらく4月になるのかなというところですけども、最後今後の意気込みをファンの皆様に向けてお願いします。そうですね、まあ、4月になると思うんですけど、まず日本トーナメントしっかりレベルアップして、まあ、本当に優勝するつもりでいるんで、そのために頑張ろうと思うんで、ちょっと期待しててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。タイガー選手のコメントは以上とさせていただきます。それでは最後写真撮影を行います。